おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルの坂上です。マテリアルのあゆみです。カモンの日浦です。よろしくお願いします。この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェ、マテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、ということで、はい、スイッチオン、ワン、ツー、スリーです。はい、の、12月3日です。はい、ということで、はい、ね、1、2、3で、ワン、ツー、スリーね、ということで、キカイダーですね。電流火花が体を走るっていうね、はい、キカイダーのね、オープニングが、ね、ちょうどそこから始まる、ね、ジローですね。チェンジキーカーズ全然わかりへん、はい、すいません、あの、はい、多分のアラフィフのあのおっちゃんたちはみんなわかると思うんですけど、はい、すいません、楽しんでいただけましたか、はい、はい、ということで、はい、そんな12月3日はどんな日なんでしょうか。この日なんの日です。はい、カレンダーの日です。はい、おー、はい、おー、カレンダー、はい、1872年明治5年に太宰官布告、うん、太政官布告、太政官布告で太陽暦が採用されることになり、はい、明治5年12月3日が1873年の、うん、明治6年の1月1日の新暦となりました、はい、となっております。これだからね、あの、ほら、前にほらグレゴリオ暦記念日かなんかの時に、はい、うん、はい、いや、お話したと思うんですけど、はい、あのね、あのユリウス暦からグレゴリオ暦に変わるわけですよ、はい、いわゆる太陰暦から太陽暦に変わるんですね、はい、で、あの、まあ、西洋ではユリウスからなんですけど、日本では太陰暦から太陽暦に、そうですね、はい、で、これでだってさ、うん、何日移動したみたいな話やんか。12月3日が1月1日になったんやから、もう、ね、もうな、3週間ぐらいどん動いてねっていう話なのよ。12月3日しかないわけですよね。そう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 、まあ、だからそれは、あの、まあ、多分、あの、詳しくは、あの、いろいろ書いてあると思うんですけど、うん、まあ、要するに、あの、西洋とお付き合いするようになったから、ね、日本が小習慣でそのいろいろやろうと思っても、うん、西洋の暦と違いすぎるから、うん、で、何より、あの、前にも言いましたけど、あの、日本のその暦の太陰暦っていうのは、うん、あの、ウルー日とかウルー月とかでもあったりもして、うん、ウルー、9月とかで、9月の後にもう一回9月が来るとかっていう、ね、うん、よくわかんないことになったりとかするし、うん、15日が急に翌日16日のはずなのに1日になるとかっていうのがあったりとか、うん、いろいろするんで、はい、はい、あの、月の満ち欠けに合わせてやってるので、あ、まあ、農業をやってる人にとっては良かったんですけどね。あ、そうですよね。そうなんですよ、うん、だけど、それじゃちょっとね、うん、あの、商業の方がちょっと大変ということで、はい、太陽暦に変わったということで、外交と足並みを揃えることになった日ですね。はい、まあ、大変やったやろうと思いますけどね、みんなね、はい、はい、ね、はい、そしてもう一つ、はい、記述の日、うん、記述とは手品とかマジック、うん、あ、記述ね、記述、記述、はい、記述です、はい、はい、この、は、マジックとかを披露するときの掛け声、はい、ワン、ツー、スリー、ほら、ほら、スイッチオン、もういい、もういい、もういい、ワン、ツー、スリー、ほら来て、もういいって。でも、そっから来ていることで、はい、はい、はい、まあ、マジックの日、はい、記述の日となっております、ね、この日はマジックをね、いっぱいの人に、はい、知ってもらおう、親しんでもらおうと思って作られた日となっております。わかった。俺らにとっては機械だの日やね。チェンジね。チェンジ、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 チェンジ。ジローチェンジ機械だやからね。ついにここまで歌ったね俺。今日歌いますね。歌い上げますね。いや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 、まあまあまあ、だからね、本当に1、2、3でね、そうですね、はい、1、2、3とね、なんかいい感じの日なので、はい、はいはい、そうですね、はい、皆さん、ワン、ツー、スリーで、はい、ホップ、ステップ、ジャンプみたいな感じでね、はい、今日も一日頑張っていただきましょう。そうですね、はい、はい、以上です。はい、はい、はい、ありがとうございました。すっげえおもろいな今日。そりゃそうやろ。楽しい、はい、それではですね、はい、今日の、このプレゼンありかなしかなんですけども、
まあ映画監督インタビューとか映画のインタビューをねまた、はい、リモートで今回はちょっとやらせていただきまして、はい、川の流れにという映画なんですけれども、はい、那須塩原ってわかる？うん、聞いたことある。うん、あの塩原温泉とかっていうよね。あ、う、あ、ん。那須高原とかあっちの方ね。はい。そうそうそう。あのいわゆるあの栃木県の、那須塩原市を舞台にした映画なんですけど、はい、これをねあの作ったというか、人があのプロデューサーがねなんと大阪の人なんですよ。ああ。そうなんです。あの大岡大二郎さんという俳優さんでして、はい。はい、まあ、彼が、まあ詳しくはあのインタビューの中で喋ってるんでまだそれは見ていただきたいんですけど、まあ、ある、きっかけで那須塩原の今まちづくり大使に任命されてるんですよ。で那須塩原映画祭を、発起人で、やってらっしゃると。で、まあ、その関係でちょっと作った作品ということなので、まずは、まあ、インタビューを見ていただいてね、予告編と一緒にインタビューをご覧いただいて、それから、いろいろとお話しさせていただければと思います。はい、ということで、このプレゼンありかなしかスタート。それは何も考えずにただ流されて生きてただけなのかも。変わらないものなんてないですから。俺だよ翔一、お前のお父さん。24年ぶりだけど俺はすぐにお前だって分かったぞ。ああケンジ、俺はあんたの言うことがまるで分からない。変わらないってダメなことなんですかね。変わらなきゃいけないのかな。私はダメじゃないと思うよ。けど変わるのもダメじゃない。よく考えて自分で決めたんならどっちだっていいんだと思う。でもただ流されてちゃダメですよ。意外に自分の意思で川に落ちて流されてる落ち葉もあるのかもよ。万物流転って知ってるか。人は同じ川に入ることはできない。流れる水は前とは違う水だし、誰もが以前の自分とは違うからだって。今日はですね、映画川の流れにのインタビューをさせていただきたいと思います。まず監督の杉山義和監督とプロデューサーの川岡大二郎、プロデューサーね、はい、お二人にお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずはですね、この作品がどういう作品かというのをおっしゃっていただきたいんです。これはプロデューサーの方からじゃあお願いしていいですか。はい、じゃあ僕から川の流れにという映画 ですね、栃木県の那須塩原市というとこが舞台なんですけども、はい、そこにいるスタンドアップパドルボードっていうこのポスターの中心にいる青年がですね、はい、母親が死んだところから物語が始まるんですけども、はい、そこで、いろいろ人生をちょっと見つめ直すというような物語で、そこで、まあ、地元のいろんな人、例えばその地元からずっと出ないで都会に行かないで暮らしてきた人とか、またはこう U ターンといって一度都会に行ってまた戻ってきた人とか、まあ、いろんな人たちがいるんですね。でそういう人たちと出会いながら少しずつ青年が成長していくっていう物語になってます。でまた那須塩原市のこう魅力がギュッと詰まってるので、はい、自然だったり広大な景色、滝の音とか焚き火の音とか、はい、なんか本当ヒーリングムービー的な要素もすごく詰まってる映画になっております。よろしくお願いします。はい、まあまあ多分見てらっしゃる方というか、まあもう川岡大二郎って名前を見て気づいてる人は気づいてるはずなんですけど、まあ役者されていて、そうなんです、俳優やってるね。ちょっとごめんなさい、僕も今俳優モードでなんか標準語になってるんですけど、お壁にしていいですか。いやもうどうぞどうぞ。そうなんですよね、だから大阪の東住吉なんですよね。そうなんです、東住吉区なんですが、ね、天皇寺からちょっと下降りたところ、そう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 、はいはい、バリバリ大阪なんで、ちょっと今回のこの番組は大阪弁で行かせていただきます。はい、もうぜひお願いします。いやいや、でもそのね、大阪で育ち俳優として東京出られて、はい、全然那須塩原と関係ないじゃないですか。今那須塩原の大使とかされてますよね。あ、町づくり大使っていうのやつ。はいはいはい、うん、どういうきっかけで何がそうさせたんですか。5年ぐらい前にあったテレビ朝日のある、はい、移住番組っていうのがあります。はい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 、ありましたね。これ、はい、標準語戻ってるんですけど、大阪弁戻し。その番組で、はい、僕が那須塩原に行かせてもらったんですよ。で4ヶ月間、はい、
そこの土地に、まあ、4ヶ月って長いですよね。レポーター的な感じで滞在して、はい、その土地を知るっていう番組だったので、僕自身が番組内でもアルバイトをしていたので、はい、そのアルバイトがアウトドアアクティビティのアウトドアガイドっていうバイトしてたんです。はあ、なるほどなるほど。そうなんですよ。はい。そういうね、やりながら地元の人とこう交流したり、うん、こういうつながりがあって、まあ僕もともと大阪なんですけども、18で東京に行ったので、はい、基本都会しか知らないんです。都会の狭い部屋でずっと育ってきて、東京行っても都会の狭い部屋でずっと暮らしてるんですよ。だから、はいはい、積もり積もった田舎に暮らしたいっていう願望がすごく大きくて、はい、ちょっとこの町に対してちょっと僕もなんかできることがないかなっていうところがスタート、うん、で、そこからちょっと5年ぐらい前から短編映画を作り始めたんですね。はい。2019年に那須塩原映画祭っていうのをちょっと僕が、はい、あの発起人として立ち上げさせていただいて、はい、そういうものづくりをしている中で、まあ、杉山さんと再会しというか、うん、実は今回の川の流れにのこの杉山さん監督は、はい、僕が1997年にデビューした時のタイムリープっていう映画の助監督なんですよ、はい、なるほどそこでつながるんですね、はい、杉山さんにもちょっとお願いしようと思って、あのある短編くるみるしゃべるっていう短編映画を、はい、2020年に制作していただいたんですね、うん、でそういう流れから、2021年去年に長編映画を作るちょっとチャンスが訪れたので、はい、でちょっと杉山さんにお願いしたっていうこういった流れなんですよね。流れはものすごく分かりました、はい、あの大阪からね長い旅をしてやっと今那須塩原にあった感じで40年ぐらいかかりましたねそうですよね。これでもちなみに杉山監督は那須塩原とは何か関係あったんですか？一切関係ございません正直行ったこともなかったですし、うん、那須塩原の皆さんもおっしゃってたんですけど、はい、微妙な近さなんですね。なるほど。そこから新幹線で1時間ちょいで行けちゃう、うんうんうん、で関東という括り、うん、入ってたり入ってなかったりするんですよ。さまざまなこの近い県なんだけど、なんか知ってそうで知らないみたいな、うん、本当にそんな感じでした。まず知ることから始めようと思って教えて、いろいろと大ちゃんに連れていただいて、あ、僕は大ちゃんと呼んじゃうんですけど、ね、プロデューサーですけど、はい、大ちゃんがもう、はい、那須塩原の皆さんと協力、もう関係ができてるんで、普段ならこう撮れないような、普通に行かないと見れない、はい、その時期の美しい風景の中で、うん、こういった映画が作れたっていうのは本当にありがたいことで、うん、はい、それがうまく映せてよかったなっていうのは本当に思います。脚本も監督が担当されてるので、はい、どういうところ一番こうポイントというか見せたいということで今回作品作られたのかな。最初に大ちゃんからオファーをいただいた時もサップっていうこの今ポスターにもなってるそこのアウトドアガイドの、はい、あの主役職業にしたいかな。そうすると川、やっぱり川のなんて美しい風景であったり、はい、この那須塩原の魅力の一つであるね、そういう自然であるとか山の美しい風景であるとかも映せると、はい、いろんな方にお話を聞くうちに、地方あるあるなんですけど、やっぱり人手が流出しちゃってる、はい、東京と近い分、うん、出てっちゃうんですね、うん、皆さんやっぱり若者はね、うん、仕事があるから、うんうんうん、でじゃあ那須塩原に仕事ってどんだけあんのであったり、でコロナで観光業もね大変であったりとか、いろんなことがやっぱりあるあるで問題はあると。だそこをがっつりとシビアにやるということではなく、そこで実際に頑張ってる人たちがいるわけですよ。十分ドラマチックなんですけど、そういったことをちょっと丁寧にいろんな方にお話を聞いて、そこら辺を描ければなと、そこで頑張ってる若者たちにフューチャーして作ってみようかなと思ったのが最初。まさに本当にあの映画で描いてらっしゃったそうですね、若者たちの感じですよね。だからね、はい、だから本当にその若者たちもいろんなご本人たちの話を聞いて、だからモデルがほぼいるんじゃないかと、うん、主人公のケンジっていうのはあのもう栃木の男性のあるあるみたいなのネットとかで今あるじゃないですか、うん、保守的だけど、うん、で無口ででも優しくてみたいな、うん、僕が女性ならね、これ、はい、一番付き合いたいと思う人じゃないっていうくらいそのジェントルで優しくて頼りがいがあって、うん、でもうるさいこと言わなくてみたいな、うん、そういう人をイケメンでしたらちょっと置いてみようとみたいなところであの主人公を作ったんですけど、なるほど、その塩原をなんとかしようとしてる温泉の若女であるとか、はいはい、世界中を旅して、はい、こう塩原に移住してきたイラストレーターさんであったり、うん、っていうのは本当にモデルいますから。エイリンってあるじゃないですか、はいはい、これエイリンの審査通してるんですけど、はいはい、その方が、うん、ずっと見てたい映像でしたっ
ておっしゃってくれたんですけど、それ俺初めて聞いたんだけど。あ、本当ですか。本当？だから本当に派手な物語でもないし、大アクションがあるわけでもないし、CG バリバリでもないんですけど、だけど大スクリーンで見てほしい作品なんですっていう、なかなか矛盾したね、この、だからやっぱりその画角の撮り方ってすごく大事で、まあ、この作品の場合本当にあの自然が、まあ、人がメインというよりは自然がメインというか、ある意味その自然はあくまでも借景じゃないですか、僕らドラマとか映画をやる人間にとっては、うん、あくまでもメインディッシュはその前に立ってる役者たちがメインであって、うん、バックっていうのは借景でしかないんだけれども、バックも含めてしっかり存在感のある映像になってるっていうのは、ヒーリングムービーっていう言い方されてますけど、多分見てあの癒される人たちすごくたくさんいるし、日浦さんが今おっしゃられてる、本当にこの背景にあの、うん、お芝居を助けてもらいましたってあの俳優陣がみんな言うんですよ、うん、なるほどなるほど、前田明さんにしても松本京子にしてもみんな台本をもらってどうやろうかなといろいろ考えるけど、この山だったり川だったりに行ったところでふっとこの自然の中でお芝居が本当に自然にできましたって言っていただいたんですね、うん、広大だからこそ小さいこと狭々と人生について考えられるっていうんですかね。すいません、そろそろ、はい、まとめられたいんですけども、はい、これ、まあ、見てらっしゃる方に、まあ、監督とプロデューサーからお一言ずついただきたいと思います。じゃあ杉山監督からお願いします、はい、あ、では改めまして監督の杉山でございます。川の流れにですね、もう美しい自然の中、あの広大な自然の中で、なんやかんやと小さいことを悩んでる若者たちがメインの話です。なのでですね、ちょっとまあコロナであったりいろんなことが ある、まあ、今現代なんですけども、この映画の風景とですね、あ、こんなこと考えてる人もいるんだなみたいな風に若い人にこそですね見ていただきたい映画でもございますので、ぜひ、劇場の方でシアターセブンさんの方でですね、大阪ではやらせていただきますので、ぜひご覧くださいませ。よろしくお願いいたします。はい、では、川岡プロデューサーからお願いします。はい、いやプロデューサーっていうほどでもないんですけど、僕は俳優なんですけども、はい、まあ、たまたま僕が出会ったことによってちょっと映画を作ることになりました。なかなかね、西の大阪の人で那須塩原って聞いてもどこやってみんなに絶対言われるんですけども東京まで行って、東京からちょっと新幹線で60分行った栃木県の那須塩原市っていうところなんですけども、はいはい、まあ関空から福島空港とかそういう経由でも行けるんですけども、まあちょっと行けばこんな自然があるんやっていうのも知ってほしいですし、うん、本当に田舎の魅力というか人のあったかさっていうのが結構この映画に詰まってると思います。あと僕の俳優友達っていう意味で大阪出身の青木宗隆くんも、はい、友情出演してくれてたりするんで、はい、そういう全然違う視点でも見ていただいても楽しんでいただきたいなと思ってますんで、ぜひ大阪の公開シアターセブンさんでもぜひ劇場公開やってますんでご覧ください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。実はね、この番組やってるそのマテリアルっていうムービーズカフェなんですけど、最近ですねマイクロシアターっていうのを言い出しまして、まあ要はシネコンがあってミニシアターがあって、でその下20席ぐらいなんですよ。ところがね、スクリーンは150インチぐらいあるんですよ。150、要はね壁一面がスクリーンになってるんですよ、はい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 、でそこに椅子置いてるんで、狭い上に壁一面がスクリーンだから余計スクリーンがでかく見えるんですね。で狭いから音も割と臨場感があるっていう感じで、うん、で実は最近配給会社さんからミニシアターとかが終わった後にこれやっかけてもらえませんみたいな引き合いとかも言ってまして、はい、うんうん、割と配給付きの映画なんかも興行させてもらってたりとかするので、うん、まあ、よかったら川の流れにもですね、あですね、大阪のど真ん中ですよ、もう谷町って言ったら、うん、大阪城すぐそこなんで、そうですよね、はい、だからシアターセブンさんが終わってからで全然構いませんので、こっちの方にも声かけていただければ、ありがとうございます。流させてほしいなって思ったりするので、まあ、僕言っときます、別に僕マテリアルの人間ではなくて、あ違うんですか。マテリアルは僕の友達がやってるところなんで、僕は別に資本関係とか一切ないんですけど、はい、なんですけど、まあ、ぜひこのねシアターも使ってみていただいたら嬉しいなと思いながら、最後ちょっと営業だけして、このインタビューを終わらせていただきたいと思います。ということで今日は映画川の流れにの杉山監督とプロデューサー川岡さんの方にインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。はい、ということでインタビュー終わりました。はい、もうね、これね
35分です。もうまとめられへんこれ。いやで、あのここにね出てないことでもものすごいいいことをたくさん言っていただいていて、あのなのでちょっとこれね、あの別口でまた外出したいなと、これだけのやつをやりたいなと思うので、はい、そちらの方を見ていただくと、あのなんかパパってこう詰まってるみたいな喋り方してるみたいに見えてるんですけど、あれ間をかなりつまんでますから、あのゆっくり見ていただけるようにちょっとしたいなと思ってますんで、またあの告知を見ていただければと思います。はい、はい、まあ綺麗なあの映像で本当に、はい、あのほんま泳ぎに行きたいなと思うぐらい、サップって僕やったことはないんですけど、一回沖縄でねそれの撮影はさせてもらったことあるんですよ。あの久米島行った時にね、うん、やらせてもらったことあるんですけど、ねえあんな自然の中をずっと、ね、気持ちいいでしょう ね川こう下っていくというかね、うん、めちゃめちゃでね、あのチラッとしか出てないんで、あのあれなんですけど、本編ではたっぷり出てくるのが、うん、ラストの方でね滝、あのね奥の方に行かないと見れないすっごい滝があるの、でそれがねものすごい水量でブワーッと本流が流れてる、その脇のところがものすごい細かいなんか水なんかしぶきなんかわからんのが流れてるんやけど、それがぬる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 って流れてる、このこっち側の迫力とこっち側のこのそのコントラストがすごいのよ。でそういうのまでああのしっかり撮られてから、ほんと大画面で見たらものすごい迫力あるし、あのいいんだろうなって思いながら見てましたね。はい、はい、まああとはあれですよね、そのまあ役者さんね、面白い役者さんがね途中何にも登場されますし、あのメインのうちの一人であの前田亜紀さんがね出られてたりとかもするので、はい、あのお芝居はしっかりしたお芝居を皆さんされてますんで、ぜひ、人間模様も含めてね、見ていただきたいなっていうふうに思いますね。あとねこれね1個だけ、これあのインタビューの中でカットしちゃってるんで言えてないやつが1個あって、あの大事って言葉があるんですよ。大事、うん、あの大事にするの大事なんやけど、うんうん、あの向こうのその栃木の言葉では大事っていうのは大丈夫っていう意味。あそうなんですよ。だから、あの大事って聞かれたり、あ大事大事っていうやり取りが成立するのね。でなんかまるで大切に、あのそれ大切なものなんですかとか、それ大切にしてるとかっていうふうに普通は思うじゃん、うん、思うねんけど、向こうでは大事っての大丈夫って聞いてる、うん、っていうのが実はあのこの映画の中にはすごいたくさん出てきて、なんかねその那須塩原の人というか、まあ栃木の人というかの、うん、なんかそのあったかさみたいなのがその言葉に集約されているので、あのそれをちょっとキーワードにして見ていただくといいんじゃないかなと思います。はい、ということで、はい、ございまして、まあ、お気づきかとは思いますが自己申告で言いますと、2分ほど出ております。はい、はい、正月以来やらかしました。はい、はい、やらかしたんですが、出てる2分はマイクロシアターの宣伝の部分です。じゃあしゃあないんかな。まあまあまあその辺ちょっと考慮していただいてですね。ぜひですね、お願いしますということで。はい、今日どっち？今日はかな、はい。そうですね。はい、では、はい、いたいと思います。このプレゼンありかなしか判定。そうなんですよね。だからあのいやでも本当ねここであのかけたらすごい迫力の映像でいいんじゃないかなと思うので、まあ もちろんまずはあのシアターセブンでね、はい、やってますんで、はい、シアターセブンさん見に行っていただいて、はい、であシアターセブンちょっとタイミング合わへんかったわっていう人のために、ぜひ、こちらのマイクロシアターの方でも、うん、
ぜひですね、できればね、ね、いいなと思うんですけども、はい、皆さんぜひあのマイクロシアターでかけてくださいって言ってくださいっていうことですね。はい、はい、今日からやってある。そうです、今日からですね、はい、12月3日から、シアター7でやっております。で、舞台挨拶が、3日と4日、2日となったかな、3日だけかな、あの、川岡、プロデューサーと、あの主役の松本くんが、お二人で来られて、で監督が、行けたら行くって行きたいっぽかった、行きたいっぽかった、うん、なので、ぜひですね、あの、まあ、プロデューサーもイケメンですし、あの松本君もすごいイケメンなんで、ちょっとなんかあれですよね、久保田正孝君に似てる感じなんですよね、うん、あの髪の毛の感じとか、なんか顔の作りとかね、なかなかなイケメンがお二人揃えますので、ぜひ舞台を進みに行っていただければなと思います。そうですね、はい、今日ですよ、今日、はい、ぜひご覧ください。はい、ということで、このプレゼンありかなしかでした。ありがとうございました。はい、ということで次あゆみ。はい、はい、お店の情報です。はい、本日チョイスの日です。先週ね紹介したインディペンデンスデイと完全な報復、こちら2本は楽しみたいと思います。料金は1500円で、ドリンクお菓子付きとなっておりますので、皆さん気軽にお越しくださいませ。はい、はい、お時間1本、そうですね、はい、1本ワンチョイスですね、はい、はい、が、その領域となっております。で、お時間の方はホームページの方をね、ご覧ください。お願いいたします。そして12月4日から11日の8日間で下本寺隆監督の雲旅、うん、この番組でもね紹介させていただきましたね。はい、からです。はい、多分僕来てます。そしてね、下本寺監督も4日と5日の日に、はい、舞台挨拶していただけますので、はい、ぜひぜひその機会をね狙ってお越しいただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。お時間の方はそれぞれ、平日が18時オープンの19時スタートになりますが、土曜日日曜日に関しては、3回4回ございますので、ぜひぜひ皆さんホームページの方をご覧いただいて確認して予約してください。なんかでも下本があれなんだよね、あの7日とかに確か7日8日ぐらいかな、あの大阪で、あの、ライブをやったりとかされてるので、ひょっとしたらその間もね、これの時は川田さんにしてね、はい、はい、はい、そして12月12日月曜日、はい、じゃあ3回目のカバです。あ、来ました、カバですよ、はい、小広監督のカバです。はい、はい、ぜひぜひ皆さんこちらの方もご予約お待ちしております、はい、よろしくお願いいたします。料金は1500円で、18時オープンの19時スタートになります、はい、ご予約はい、まあ、2時間15分でたっぷりね、はい、1500円でこのサイズ見れるのなかなかないですから、ね、そうですね、はいはいはい、マイクロシアターならではの、そうですね、はい、よろしくお願いいたします、はい、そして12月16日金曜日、特別金曜シアターということで、うんうん、不登校についてのフォークセミナー付きの舞台映像があります。はい、はい、こちらの方もね、ぜひぜひ、不登校について教育関係ですが、うん、あの舞台もね、やってる方のトーク付きもありますので、うん、はい、ゲストも来られるそうなので、はいはい、ぜひぜひお越しください、はい、こちら料金の方が特別料金になりまして2000円になります、うん、ご予約の方も承っておりますので、ぜひぜひご予約ください、お願いいたします、はい、そして17、18がチョイスあります。はい、はい、マンマミーヤとミスター&ミセススパイ、こちら2本は楽しみたいと思います。はい、はい、です。そして、ママミヤについては次のグッチャイで詳しくご紹介いたします。はい、はい、以上です。はい、はい、はい、ということで、では息切れしてるところやけれども、頑張っていきましょう。はい、はい、いきます。今日のグッチャイ、はい、今日はママミヤ、これがね、いいアバのね、うんうんうん、大ヒット曲がたくさん、ね、たくさん入っている、はい、映画となってね、もうアバってもうだから俺らよりもちょっと上なの、あ、全然上だと思いますね、ね、うん、だからでも俺らもずっと聴いてるっていう、知ってますもんね、みんなね、絶対聴いてる、絶対聴いてる、絶対知ってる曲ですね、うんうん、
まあ、それがもう本当にふんだんに出てくるっていうね。でそしてその、音楽に合わせて、まあ、ストーリーがね、はい、マンマミアのストーリーが進んでいくという内容になってますから、はい、でも俺ねまだ見てないの。そうやね、あの映画はまだ見てない。あ、これでも舞台にもなってる。舞台とは話は違うのかな。全然違うもん。そうなんだ。あの結構ほらあの日本ではほら誰だっけ、宮本亞門か、宮本亞門さんとかがあの舞台監督というか演出でやってらっしゃって、はい、でいろんな人が出てくるのをやってますよね、はい、多分内容的には一緒なんだろう、うん、多分一緒だな、うん、お父さんを、はい、バージンロードを歩くためにお父さんを探すんですよ、はい、なるほどなるほど、はい、なるほど。でまあお母さんに聞いても答えてくれなくて、うん、結婚式を迎えてる花嫁さんが、はい、お母さんに聞くけど分かんなくて、その友達この人じゃないかこの人じゃないかこの人じゃないかっていうのを探っていって、はい、最終的にはてんてんてん、なるほどてんてんてんなるよね、はい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 、はい、が大まかなストーリーなんですけど、うんうんうん、その中で人間関係とかすごく良くて、はい、うんうん、ね、お母さんとかこう明るいんですよ。そのみんなこうね3人が歌ってやってるんですけど、うん、もうそれもまたなんか素敵なんですよ。ね、これって僕も見てないんですけど、うん、どこでイタリア？あんま見んじゃん。イタリアかな？うん。ジョックは？エーゲ海やからイタリアやね。エーゲ海、イタリア？エーゲ海はスペイン。スペイン。スペイン。あ、スペインじゃない。ギリシャ、ギリシャ。ギリシャか。ギリシャ。まあでもあっちですよね。エーゲ海の孤島でホテルを営む母親ドナと、二人きりで暮らす、ソフィー。アメリカです。でも。だからアメリカが作ってんけど、舞台はあのギリシャ。ギリシャ。そうですね。ということですね。はい、エーゲ海に浮かぶこと。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。はい。まあ、だから母子。そうですね。もしくはまあ家族の物語だけどね。そういう感じですね。マンマミーアを楽しみます。はい。はい、という感じで、今日のグッドでした。いきなり気に立ったんっていう感じになったよ。オープニングから、ね、はい、ということで、まあ、今日はね、はい、今ね、スイッチオンの日でしたね、今日ね、はい、はい、もうスイッチ入りまくりでなんか、おかしなことばっかり喋ってて本当に怒られてるんですけど、はい、多分、今回は、30分出るよね。これはね多分編集で30分に収めるのが結構きついかな、はい、と思いますが、はい、まあ12月ですよ。12月だ。もうあと1ヶ月ですよ。もう1ヶ月ないんやね、今年もね、はい、まだまだでもねやらなあかんことはいっぱいあるので、はい、皆さんにいろんなことをお届けできるんじゃないかなと思うんですけども、はい、とりあえず今年は、大晦日に配信がありますので、はい、大晦日、まあ、多分皆さん忙しくて、なかなかバタバタしてらっしゃると思うんですが、できるだけ30分ぐらいで終わらせますんで、この番組だけちょっとちらっと見ていただきたいなと、はいはい、きっとあのね、行く年来る年とか見終わった後ぐらいもうええかなぐらいで見てもらっても全然構わない、はい、あの紅白の時に見てもらってもいいですよ。いつでも見れるので、はい、10時45分の後やったらいつでも見れますから、はい、ぜひご覧いただければと思います。はい、ということで、今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。